今回の企画は最強の横綱になるまで終われません。猫おじ相撲博士のもとに集まった5人の相撲取り、彼らは最強の横綱になるべく巨大横綱の登頂を目指す。襲い来る試練を乗り越え、無事最強の横綱になることはできるのか。チャンネル登録とグッドボタンを押して一緒にぶつかり稽古だ。どすこい。あー、今日も稽古か。やだな、食って寝るだけで強くなれたらいいのにな。ボンジュール殿。え？ボンジュール殿、そんなんじゃ強くなれないですぞ。来た。ボンジュール殿、今日も稽古するでごわす。ドズヤマだ。誰？誰？ボンジュール殿、今日はこちらを見るでごわす。お。ドドン。なんだこのでかい相撲は。これは、なんでござるか、これは。なんでござる、ござる、ちょっと、ござるわ。なんで壊すか、なんで壊すか、これは。お前たち、誰来たのよ、来たの。要素が多い。わしは相撲博士じゃ。言ったことねえよ、相撲博士。残った言う人じゃないの。いや、相撲博士、この行事のね。ああ、これが相撲、博士の相撲よ、相撲部分よ。博士なんですね。そうです。弁当箱かぶってるじゃん。行事の帽子よ、はい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 。みんなね、あと上半身で全然衣装が合わってね。違和感がね。私の博士のことはいいんですよ。はい。気になる。博士、これ何ですか、これは。これはね、かつての大横綱が後世に相撲取りを育て上げるために作った巨大横綱山らしいのじゃ。横綱山、これ山だったんですか。山なんじゃ。はい、山なんだこれ。ということで、空洞がありやがる。お前さんたちにはね、この横綱 山を登ってね、横綱になるための試練を突破してきてほしいんじゃ。これを登ったら横綱になれるってことですか。いや、終えた頃にはもう横綱になるための体ができておる。言いましたよ。でもそんなうまい話。いや、でも横綱って一人じゃないんですか。確かに。横綱になるための体ができておるって言っただけだから。なれるわけではない。あ、なれるかどうか自分次第なんだ。危ね、言われると。投げ足取られた。俺だってね、切り札カードを用意してるから危なかったぜ。大丈夫です。横綱は一人じゃないから大丈夫です。あ、そうなんですか。横綱は一人じゃないですか。一人じゃないです。あ、はい、そうなんだ。詳しいボンさん、すげえ。よし、じゃあ行きますか。よし、ということで、頑張ってくれ。はい、頑張ります。足が痛いんで。もう。ちょ、博士、ごめんなさい。どこから登ればいいんですか。これね、こっちか、こっちかな。なんだ。あ、こっちから行けるんだ。あ、本当だ、本当だ、本当だ。随分投票際だな。すごいな、これ。だってベッドがあるんだ、ここ。いや。一回寝とこ、とりあえず寝とこ。何このベッド。でも右から行けそうだけど、これ何、黙々は。確かに。ちょっと行ってみますね。うん、こっちに。そこに暴れて壊す。あれ、あなたは？はっきよい。あなたは行事おじいちゃんじゃ。変えただけやん。さっき相撲博士でしたよね。はっきよい。はっきよい。はっきよい。あ、違う人か。あ、人違いか。似てるだけなんだ。あ、行事。さあ、席につけ、席につけ。別人だった。席につけ。はいはいはい。みんなそれぞれからのあるだの椅子が用意してくれてる。いや、あんまり座学って聞いたことないですけど、相撲の。座学も必要じゃから。ギャラリー力士が3人いるんですが、一緒に、ね、勉強してる子たちもいるから。ああ、そうか。こうやって座るんだ、みんな見て、後ろこうやって座るんだ。あ、なるほど。楽にね、座らないと楽に座らないんだ。関節柔らかい。関節柔らかいんだ。柔らかい。そうだそうだ。アスリート。よし、じゃあ第1の試練、相撲クイズじゃ。どすこい。相撲クイズ。今から相撲に関する3択クイズを出すぞ。おお、ここでよかった。わしが問題文を読んだ後に回答者を当てるから、大きな声で何番なのかを答えるのじゃ。わかりました。はい。不正解なら指名制なんだ。そうじゃ。わかりました。はあ、正解だとすり足で長い廊下を戻ってきてもらいます。ついやつやん。ちゃんと稽古と一緒になってる。では行きましょう、早速第1問。次のうち実際にある決まり手は
どれでしょうか。1わっちゃり、2うっちゃり、3ぽっちゃり。どうでしょう。決まり手ってあれですよね、こう。そうです、勝負が決まった技のことですよね。はい、わ、はいはい、かりました。お、でもこれ指名制かな。指名制だから、指名制か、指名制ですもんね。よし、じゃあオラフ君来ると思う、なんか来ると思った。今先生と目線合わせてなかったでしょ。そうそう、こうしてた、こうしてた。オラフ山どれだと思う。そうですね、これはうっちゃり、2番のうっちゃりで正解です。おお、やった、当たった当たった。クリアしたい日、クリアしたい日。唯一狙えそうだったんだけどな。いやいやいや、狙ってくるわ、怖いわ。うっちゃりってどんな技なんですか。うっちゃりはね、土俵際に詰め寄られた時に腰をね落として体を襲って相手の体をお腹に乗せるやつです。へー。でこう左右にひねってこうね投げ捨てること、ポーンって投げるんだ。はい、うっちゃりと言います。うっちゃり、勉強になる、はい、なりましたね。ではいきましょう、第2問。各相撲部屋に所属できる外国人力士、こちら最大何人でしょうか。あるんだ、相撲部屋って何人ぐらいいるんだろう、そもそも。はい、1番が1人、2番10人、3番100人。決まってるんだ。決まってるってことですよね。そうです、決まってるんです。取り決めがあるんです。わ、はい、かりました。あ、すごい、うん、どうせ今のところ全部もう完璧な技で、わかりましたって言ってるだけです、ちなみに。はい、私もまだ当ててくれないからね。オンリー山。お、いや、これはね、横綱を志す者たくさんいます。3番100人。残念、違います。オンリー山行ってこい。ああ、どっか行った、どっか行った、飛ばされてた。金あげられた。ちょっと待って、どこ行ったの。後ろにいる、後ろにいる、後ろにいる。どこ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 。今すり足で持ってこい。いや、くっそ遅い。めっちゃ遅ないこれ。ありえないくらい遅い。すり足、すり足。頑張れ、オンリー。え、こういうことだよね。あ、めっちゃ遅い。おー、進んでる、進んでる、進んでる。腰入ってるね。あ、遅い。ちょ、5秒半ぐらいのものの中で。かわいがりやめてくれ。本当にゆっくりだからこれ。頑張ってる、頑張ってる、頑張ってる。めちゃくちゃゆっくりこれ。頑張ってる間も進めていこう。ちょ、はい、ちょ、止めないで。進んでいくんだ。3分ぐらいかかるぞ、これ。待ってたらね、長い。地獄だ、全滅する、これ。あれ、やべえと。これ、ごめんなさい。はい、これゴールは何なんですか。難問正解でゴールみたいな。5問あります。5問あるんだ。5問ある、はい、オッケー。ではボンジュール山どうでしょう。何人だったんだ。いや、この答え、まあ、この答えでいいですか。はい、そうです。じゃあ、3番が違うということは、2番。違います。そうなんだ、そうなんだ、そうなんだ。行っちゃったもん、3番。あ、来た、後ろから大変だなこれ。やばいやばい、おい、なんだよこれ。じゃあモンさん、おにぎり持ちながらすりゃしないでください。ガチで、おにまだ来てないもん。ようやくようやく到着しそうだよ。あー、すげー。ということで、正解は、1番の1人。そうなんだ、1人なんだ。知らなかった。相撲部屋に所属できる外国人力士。答えさせてくれないのか俺たちには。そう、1人までです。1人なんだ、はい、よし来た。おー、おかえり。あ、ようやく、おにおかえり、おかえり。ちょっとボンジュリ山いませんが、行きましょう、はい、第3問。はい、力士はなぜ塩をまくのでしょうか。1、滑らないようにするため。2、力士を清めるため。3、土俵を清めるため。と、どれでしょう。まあ、なんとなくでも分かりますけどね。うん、これなんかすごい自信がありますね。大原山。はい。いや、サンクチュアリ見てないか、みんな。サンクチュアリ見てないか、みんな。答えが一般常識、3番です。正解。イエーイ、すごい、ナイス。あまりにちょっと常識問題すぎてあくびが出そうだった今。土俵を清めるためと。どすこい、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 どすこい。素晴らしい。ね、だって力士にはまかないもんね。はい、そう、まかないですからね、塩はね、うん、そうです。
土俵はもう正規ですから、ね、ちょっとちょっとちょっとボンさんもう終わったんじゃないですか。稽古ちょっと横綱になるんだ。ちょっとサボってませんか。団体の番が回ってこないようにしてるさ。外周回ってますね。もうすり足終わったよボンさん。はい、じゃあいきますよ、はい、第4問。はい、ちゃんことは何を指しているでしょうか。1、ちゃんとしていること。2、料理当番が作る料理。3、お鍋料理。触る方もうイージーイージー。先生、はい、ボンジュール君が当ててほしいそうです。はい、ではね、熱心に稽古しているボンジュール山、こちら何でしょう。ちゃんことは何を指しているでしょうか。ちゃんこ、でも待って待って、はい、ちゃんこ鍋っていうから、あー、なるほど。3番のお鍋料理はなんか違いそう。はい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 。ではちゃんとしてるギャなんかダジャレっぽいもんな。2番。正解。おやった。おーすごい、ちゃんこ番、ロジカルだった。ちゃんこさんですね。ごっつさんです。やっぱね、結構すり足ね、長くやってたもんね。ごっつさんです、うん、あ、そうなんだ、料理当番が作る、そうです。装備屋でちゃんこ番が作る料理全般を、指してちゃんこというそうです。へー、知らなかった。ちゃんこ番が用意した料理はちゃんこ鍋以外もちゃんこであるため、カレーでもハンバーグでもちゃんこになるそうです。カレーでもちゃんこなんだ。相撲部屋のちゃんこカレーってことですか。いや、ちゃんこです。あ、ちゃんこ、ちゃんこもあるんですね。でもちゃんこ鍋っていうから、ちゃんこ鍋と同じ感じで。あいつが作るちゃんこ食いてってことですよね。あいつちゃんこうまいんだよなっていうのは、料理うまいんだよなっていうことですね。ああ、そういう感じか、はい。はい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 。さあ、最終問題です。第5問。最終問題来た。さあ、回しはどの程度の頻度で洗っているでしょうか。人によるでしょ。人による、人によるでしょ、これ一般的なね。絶対これは人によるでしょ。うん、1、洗わない。2、月に1回。3、半年に1回。はい。では、ドズル山。あ、僕？はい。もうちょっと正解していいですか。はいっすよ。はい。これ、まあ、そもそも、決まってるか決まってないかの二択だと思うんですよね。あ、はいはい、まあ、確かに。で、決まってない場合はクイズにできないと思うんですよ。だって人によるから。何？だから決まってるはずなんですよ。お、うんうん、で、洗わないはさすがに衛生的に良くなさそうだから、こう月に1回洗う、こう習慣がもうある、全ての相撲の業界において。毎月1のつく日は回し洗いデーみたいな。なるほど、うん、いや、ちょっと待ってよ、国際的回し洗いデーがある。でもちょっと待って、サンクチュアリのドラマで洗ってるの見たことないな。ということは洗ってるシーンを洗ってるシーン見てないな。先輩の回し1番、洗わない。おずる山、世界。おお、すごい、すごいな。サンクチュアリ最高。カジトリスがうますぎた今。はい、回しは、洗いませんと。洗濯はしない代わりに土を落として天日干しするそうです。そういうことか。原価付き。洗いはしないんだ。これね、原価付きがあるそうです。うん、そうなの？どういう原価付きなんですか？水に流さないという原価付きがあるのと。詳すぎだろ。てファブリーズは OK ですか？それは知らない。もうミスかけちゃダメだと思う。それはダメな。あ、そうですか。天日干しするんだ。あと土でこうやってちゃんとあれしてて、ね、知らなかった。回し洗濯できない素材で作られてるそうです。あ、硬いもんね。そうそう、確かにね。洗うとね、綺麗な見たことないもん。そうそう、洗濯機は無理か。生地弱くなっちゃうんですって。あ、なるほどね。へー、結構、ね、勉強になるな。収集してる力士も多かったですね。いろいろ作品とか素晴らしい。いや、最近ねドラマでありましたから、ね、サンクチュアリ、はい、うん、サンクチュアリ予習してるかしてないかやっぱ大きく響くかなと、うん、よし、じゃあそれでは次の試練に行ってこい。はい、そこだ、来た。いや、1ミリも登ってない。で、ここ、あ、ここから登りなさいということか。まず我々は下からなんだ。ズルしたからでしょ、さっき。
あ、こっから登れるんだ。よし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 。まだ下も下だよ、これ。またなんか次のお尻のところまで来たよ。なんだこれ。またベッドあると。ベッドが。またベッドあるの？いやでもさっき別に死ぬ要素なかったけどな。確かに確かに。入ります。我々がここで争うからベッド置かれた可能性ある。ズルした時にキルできるように。あオンリーヤマー。こういうようってことか。こういうようか。じゃあ入りますよ。あ、待って待って待って。あ、これはまさか。これはちゃんこ当番。鍋でかっ。鍋でかっ。これは料理を作れってことかな。制限時間内にちゃんこ鍋を完成させよう。スタート時に表示されるちゃんこ鍋の進捗ゲージをすべて満たすと完成しますと。役割分担をして美味しいちゃんこ鍋を完成させよう。あ、火力を上げる、鍋の火力を上げる、鍋に食材を入れる、鍋をかき混ぜると。かき混ぜる。ここにちゃんこじいちゃんはいないのか。ちゃんこじいちゃんいないね。いないな。これはもうだから自分たちでやれってこと。自分たちやらないと、うん、これどうやればいいんだろう。肉と、あ、肉と薪を一緒に入れちゃうと一つとしてカウントされちゃうから、ちゃんと分けて入れろって書いてあるね。食材を3つずつ切ってから鍋に入れる。やってみるか。あ、確かに食材ありますか。なるほど。オッケー。じゃあボンさんしゃもじでいいですか。来ると思ったんだ今、連打って書いてあった。なんで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 。わかりました。じゃあしゃもりましょう、しゃもりましょう。しゃもってください。では参ります、スタート。始まる始まる始まる。人参白菜。僕巻き割りしよう。人参白菜。じゃあ、え、巻き割り余裕なんだ。ニラ、キノコ、人参白菜を。巻き割り余裕じゃない。巻き割りって、巻き割りってどうする。これ何個ぐらい持ってていいんだろう。鍋の下に入れろって。食材、あ、そんないっぱい。めっちゃ燃えてる、めっちゃ燃えてる。めっちゃめっちゃ来た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 。でも食材入れてないのに、食材、食材を入れなきゃ。あ、切ってる切ってる。あ、切って、切れてます、切れてます、切れてます。え、これオラくん常に燃やしとかないと進捗がどんどん減ってる。なるほど。じゃあ結構大変ですね。結構だな。じゃあ僕、え、こっちも連打や。これ混ざってんのかな。混ざってこれ、ここも、うん、ほん、切るのも連打多分これ。ドルさんが結局全部連打だ。いけ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 。巻きくべて巻き。よし、オラくん頼んだ。オラくん頼んだ。オッケーです。いきますよ。これ何個ぐらい切ればいい。何個ぐらい。何個ぐらい。食材入れて、食材入れて。どこに入れるんだこれ。上上上上上上。鍋の上、鍋の上。上で右クリック。オラくん減ったら言ってくれ。相手落ちた。いい感じ。ドルさん。オッケー、終わり終わり終わり。よし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 。ここから投げるのか。投げてくれ。あ、投げられた。入れてる。急げ急げ。あ、いいよいいよいいよ、できてるよ。混ざってんのか、混ざってんのかな。混ぜて混ぜて混ぜて。なんか、ラックそろそろだ。オッケーです、オッケーです。交代交代交代。交代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 。よしよしよし、いい。いいよ。いい感じいい感じ。いやいやいや。やってるちゃんと。やってるやってるやってる。やってる。急いで。食材何個でいいんだ。さあ、どうせそろそろお願いします。オッケーオッケーオッケー。やってやって、止まってるよ。やってるよ。いってるよ。いいよ、いい感じよ。食材入れて、あと19秒、19秒。いや、あともうちょいもうちょいもうちょい。よし、もう全部入れろ、全部入れろ。止まってやー、はい、時間がない、はい、混ぜろ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 。うん、どうこれね。どうだ。あとちょっとあとちょっとあとちょっ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 と、いける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 いけおい、それで本当に美味しいちゃんこが作れるのか。肉だけとかやだよ。いやもう、これ健康サンダルみたいなキノコが気になってしょうがねえんだ。おもろ。これ何だと思ったらキノコだったよ。もう一回行くよ、もう一回行くよ。確かに。食材食えるな。あ、食材食える、食材食わないでください。よし、オーラ君、僕は先に行こう。了解です。キノコめっちゃ持っていくわ。いや、でもこれね、やってもね、すげえ上がってるでしょ。めっちゃ入ってる。何今の。俺混ぜてるだけ。いやいや、混ぜてるだけで。じゃあ、あれ、嘘でしょ。何何が入ってるんだこれ。ちょっと待って、何入れろ入れろ入れろ。頑張れ頑張れ。ちょっと待ってちょっと待って。食材はいらない、食材はいらないもん。こんなことで水混ぜてるだけってこと。
これじゃ進まねえ、これじゃ進まねえ。いや、食材が必要だ、やっぱり。やっぱこっから食材が必要なんだ。早く早く早く食材入れろ、早く。切れてるやつだけで、切れてるやつだけで。キノコ、キノコ、キノコ入れた。キノコ入れて。人参、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 人参。いや、全然増えん。いやー、増えれ。全部入れた、全部入れた、全部入れた。いけいけいけ。あえ、ちょっと説明書もう一回読もう。前半麺麺ちょっと切りまくって各食材を3つずつって書いてあったわ。おいちょっとおいちょっとそういうことか。各食材を3つずつ切ってから、はい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 、オッケーオッケー。じゃあ次成功できるな。もう次いきます。各食材か、だからちょっと役割分担頼んだ。頼むぞ。え、でも3つずつでいいならもう簡単だよ。確かに余裕だね。すごい。ゆっくりやったらいいか。じゃあ、僕たち火起こしはちょっとゆっくりいこう。ああ、ゆっくりいきましょう。うん、こと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 いこう。じゃあもう鍋食材入れてから混ぜようもう。いや、本来そうだけどね。食材入れる前に一生懸命水混ぜてるから。それで新着が8割ぐらいいくのやばすぎる。食材混ぜるぞー。出た食材入れます。混ぜ大事すぎるんだよ。食材入れます。じゃあ火くべます。火くべてます。ぶち込んじゃい。終わるかこれ。あ、いけるか。え、終わりそう。あ、マジ。なんか足りない、なんか足りない。なんだ。待って、ごめん、俺今間違えて俺キノコまとめて入れたかも。ちょっと待って、キノコもう一回切り直すわ。なんかが足りてぇ、なんかが足りてぇ。いや、俺かも、俺やったかも。急げ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 。いや、でもまだ時間ある、1分やる。あるよ。今回3つ、3つを1個ずつちゃんと入れる。やばい。あ、どれだ。なんだ。え、鍋になった。鍋になった。鍋になってる。鍋になったのに。鍋になってるか。イエーイ。ナイス。もううまそう。あ、鍋の中に入ってった誰か。手元におにぎりきた。鍋ダイブ。あ、本当だ。鍋ダイブ。あ、うめえわ、働いた後のおにぎりが。あ、美味しい美味しい。いや、これ食わせるよ。おにぎり投げ。誰かおにぎり入れたの。ちょっとダメよ。ちゃんこ闇鍋。闇鍋。あ、戻ってきた。おお、帰ってきた。はい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 。いやー、知識もついたし、鍋も作ったし、これでもう横綱かな。どすこい。どすこい。どすこいどすこいどすこい。じゃあ行きましょう次。腕が痛いものにならん今。ボンさん突っ張りしすぎた。いや突っ張りすぎた。しゃもじ混ぜてただけですよね。本当に無駄に連打してたよね。全然登ってないのに次来た。本当だ。真横ぐらいにあるな。真横だ。登らせてくれよこれ。な、次は行こう。うわー、手押し相撲。手押し相撲、ごめんなさい、手押しである必要あんのか。相撲させてくれよ。待って、手押し相撲だじゃない。あー、やばい。5人連続でお相撲さんとの勝負に勝って力をつけよう。挑戦するプレイヤーを1人決定し、スタートボタンを押すと押し出し側か守り側かランダムで決まると。はいはい。あー、で押し出し側になったら制限時間内に連打で押し出したら勝ち、守り側になったらタイミングを合わせてシフトを押して守りきれたら勝ち。なるほど。まあまあ、やってみよう、やってみよう。これタイミングゲーか連打ゲーかで分かれるってことか。じゃあ、僕行ってきていいですか。はい。あ、守り。守り。あ、動作ちっちゃい。ほとんどです。タイミングよく。ちょっと体格差ありすぎじゃないこれ、ちょっと。あ、なんか押さえた。なるほどね。でもだいぶ押されてる。いけてる、いけてる。全然。いや、結構押されてる。押し出されてる。あ、いけた。あ、いや、押されてる。え、今の押された？シフト押さなきゃダメなんだもんな。ちょっと遅いかも。オッケー。おー、あー、分かれた。全然わかんない。いや、これちょっと体格差ありすぎるよ、ちょっと。全然わかんない。ちょっと誰か言ってくれ。もう。見せてあげますよ。5人連続だろ。本物の百貫落としってやつを。いきます。これ攻めの方が全然いい。守り。こりゃ、これタイミングがわかんねえ。俺のスーパーズで食らわせる。ゲージが減っていくんだけど、あ、みんなにも見えてんのか。見えてます。あ、ダメだ。ちょっと殺された。ダメか、今の。え、待って、急に早かった。これなん、どのタイミングなのかわかんないんだよ。あ、今入ってないんだ。あ、いいよいいよ。勘だな、勘のタイミングだな。遅い。あ、惜しい。あ、ダメだか。難しいね。いや、いける。やばい、あ、やばい。あ、ナイス、いいよ。やばい。おっと。
よーっ、ぶつこい、ぶつこい、3回クリアすればいけるわ。おー、2無双じゃない。あたす。さあ、守り続いてますが、攻めくるか、そろそろ。守りか、守りだ、守りだ。攻めがまだ来ん。耐えろ。ゆっくりだ。お、うまい。もういい。リズム天国思い出して。オッケー。いいよ。はい。あ、はーい。どうずる。はい。どうずる。ちょっと。いいよいいよ。いけてるよ、いけてるよ。ツーコロリン。ツーコロリン。スリーコロリン。おお。やったやった。まあ余裕ですな。余裕。リズム天国に。あ、行こうか。守り来ますよ多分。あ、守りだけしか来ないな。守りしか来ない。いつも天国。本当2分の1は。2分1とはいえ。2分1とはいえ。どこ押すんだっけ？シフトです。シフトシフト。やばい。押されてる。あ、まずい。押されてる。はい。うまい。おお、いいよ。エドモンド・ボンダ頑張れ。ジャストパリスよ。あ、やばい。うまい。あ、いいよいいよ。見てから。あ、見てからよ。あぶ、うまい。ナイスパリ。これいったでしょ。やばい。ドライブできるよ。危ない危ない。ナイス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 。よかった、守りで。ドスコイドスコイドスコイ。これゆっくりが来たらラッキーだな。お、押しました押しました押しました。どれだけやねんか分からん。いけ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 。あ、分かんないな。全然ビクトもしてねえ。ビクトもしてないぞこれ。え、これどういうこと。いけてんのこれ、いけてんのこれ。ごめん、これやばない。近づかないとダメなんじゃない。あ、もう、あ、そういうこと。物理的に、物理的に近づかないといけないかもしれない。こういうことか。あー、ちゃんと回し取らないとダメか、これ。守りきた。よし、任せてくれ。一回攻め練習してえな、これだ。攻め練習して。攻めわかんなかった。耐えろ耐えろ耐えろ。あ、ナイス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 。いや、いいと思う。ナイスナイス。最後ナイスナイスナイス。最後耐えた、最後耐えた。押し出し。あ、守るかみたいな。守り多いな。攻めたい。攻めたいよ。ナイス。え、完璧。よし。やったんです。ニューじゃん。いけるよ、いけるよ。守りだ。守り多いな。ちょっと絶対ダメでしょ。ちょっとちょっとちょっとなんかちょっと無料入っちゃダメでしょ。ちょっとボンさん、ちょっとちょっと多分なんか多いんよ目の前。守って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 守る頑張る。集中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 で、いやいや、ちょっともう集中でき、おにぎり投げとるんよ。集中ちょっともう覚えてろよ、覚えてろよ。あ、守りだ守りだ。オンリーだけ押し出し来るよ。守りマジでやったことないし、押し出しもよくわからないし。オンリーだけ押し出し来るよ。ちょろちょろ、ちょ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 、目の前通った、目の前。通り過ぎんな。いや、お尻いい、お尻はいい。いいよ。あ、やばい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 。頑張るでごわす。オーケーオーケー。つないでくれてはいるか。オニ押し出してる。オニ頼んだぞ。オニ頼んだぞ。大丈夫よオニ。どっちが来てもちょっとよく分かってないんだよな。押し出し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 。押いやいや出とるやろこれ。これいやいやギリ出てる。え、出てないのこれ。ギリ、これはまだ足ついてない、足ついてないから。マウス動かしながら押すの難しい。え、これむずそう。やべえなこれ。よし次行こう。いや、ナイスファイトナイスファイト。あれワンちゃん両手で押せるんじゃないか。あ、これ両手で押せる、両手で押せる。押しました。いけるいける。ここもう、ま、前進しながら前進しながら。いけ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 。エアプレイのかけらもなかったらいい。おら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 
行ったら目が出てきちゃう。どうか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 。いけ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 ちょっとおにぎりが後ろか、後ろからおにぎり来とる、後ろからおにぎりが。ちょっと、やばいやばいやばい。やばいよ、それ。今、後ろに行ったの、目が邪魔してたの。ここから土俵に入ることを禁止します。気持ち、後ろから前に行った気がした、今一瞬。土俵に入ることを禁止します、ここから。どうなんだ。あ、ここまではセーフ、ここまではセーフ。禁止されてなかった。禁止されてる。こっからは禁止です。こっから禁止されました。当たり前なんだけどな。荒らしてるから。荒らしてるでごわす。チームプレーって言って。チームプレー。変だよチームを。先輩のねお相撲さんと3対1みたいなのあるからね。可愛がりか。はいはい。可愛がり、うん。うまい。ゲイ。よし勝利。最後もう守りきませんよ。さあ、オリあ、よしよしよし。あ、まあ、これやったらやったら。押せ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 。もっと前行け、もっと前行け。いい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 いや、おもろかったこれゲームが2種類やったのがおもろかったね、うん、よしよしよし。さあそろそろ横綱か。あれ横綱になるためのごっつぁんアスレ。これ嘘でしょ。ごっつぁんアスレだ。え、ごっつぁんアスレじゃないこれ。あー、なんか上にあるわ。おいしょ、投げちゃい。相撲さん絶対アスレ苦手だけどな。よし、あ、もう頂上上じゃないこれ。いや、あー、どうなんですか。まだ1個あるのか。まあ、入ってみよし、行きますか。行きますか。入ってみよう、入ってみよう。よし、どすこい、どすこい。なんだ、四股踏み来た。やばい、四股踏み。しかも5人でタイミングを合わせて四股を踏み、目の前の山を崩そう。いやこれか。あんまりいい思い出ないな。この画面の真ん中のゲージ、この形なんかかき氷の形してるな。怖いな、うわ。なんか思い出すな。なんか目の前に岩もなんかかき氷に見えてきた。やばいぞこれ。オッケー。中央にゲージが出てきます。かつてかき氷ゲームでこのタイミング合わせかき氷ゲーム1時間かかったから。やばいよ。かかって。誰も攻めない。マイル。あ、急に。急に。はい。おすごい。あ、来た。あ、来てた来てた。え？あ、いけた。お、いけてる。でした。おい。おい。あ、いけてる、いけてる。あ、やりした。はい。連続じゃないっぽくない？はい。ね、なんか、いけそう。よいしょ。ちょっとずつ減ってる。よいしょ。はい。あ、ごめん。よいしょ。たまに、よいしょ。次早くなるよ。めちゃくちゃ早い。順番一緒。じゃあ、これね、順番あるわ。2回。あ、そう。2。はい。あ、削れてた、削れてる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 。はい。切るんじゃないのか。はい。切るぞ。はい。オッケー。対応した。あ、落ちちゃった。はい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 。あ、いけるぞ。はい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 。おい。はい。待って。みんな。パンプアップしたんじゃん。仕上がった。仕上がった。仕上がった。特訓したら体が大きくなったって、なんか曲げもできた気がする。曲げもらえるってことは。みんなやべえな。だいぶやばい。みんなやばい。それで飛ばして。いいね、いいね、いいね。よし。前に門が来たんだ。おにぎり丸。本当だ、おにぎり丸。死んで壊すな。銀シャリで壊す。行くで壊す。行くで壊す。行くか。土俵だったんだ、この岩の下。あれあれ？おお。ああ。ああ、さらに上に行ける、上に行ける、こっちから。ああ、本当だ。後ろもなんか。下がるでごわす。おいしょ。おいしょ。ああ、なんだ？あれ？横綱がよく成長した。まだついてないでごわす。なんか、バカ音が。早いでごわす。早いでごわす。うわーって、うわー
なんででけえ嘘でしょ待って、でかすぎ。え勝負にならんぜよ。どうすんのこれ。どうすんのどうすればいいんだこれ。一人ずつ。いやいや、無理だってこれは。どうすればこれ。え土俵の8割を占拠してますよ。やばい、僕の画面お尻でいっぱいだけど、これ広告剥がれないでござるか。大丈夫でござるかこれ。最後の稽古をつけて、ああ厳しいです。リスキルやめろ、リスキルやめろ。やばすぎだろ。どうすればいいのこれ。どうす、あ、これ土俵から外れると死んだ。土俵から出るとダメだ。なるほど。あ、叩ける叩ける。どすこいどすこいどすこい。どすこい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 。これなんて読むの。押し出せ押し出せ押し出せ。守り。なんて読むの。なんだ。富士。気をつけろ。お尻からなんか汁出てきた。ギアセカンドでござる。解放したか。ごわすごわす。人間が出すギアセカンドでござる。どすこいどすこい。左膝を狙い、左膝を。ほら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 。いて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 。うえ。え？横綱は一人で十分だ。風景やったー。いたい。横綱は一人で十分だ。どすこい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 。いた。どすこい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 。仲間同士でやり合ってんの。どすこいどすこいどすこい。いけ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 面の頭を倒しちゃってよかったの。おお、どうだ。倒したこっち。お尻よく成長したな。顔こっちだよ絶対。やばい。5対1なんだよな。5対1で。あいつ何も悪くないんだよな別に。オラウゼキ、オラウゼキ、落ちてった。オンリウムだ。いや、あの二人はもうこの土俵から落ちていったんだ。見えない土俵。よし。狭い狭いな。暑苦しいな。なんか狭いな。はい、ということで。てんてててててててんてててててててん。安心してください。入ってますよ。違います、違います。違います、違います。ああ、いやいや、今僕のこの価格がすごい入ってないよ、ね、ほんまや、ほんまや。はい、ということで、今回は、無事横綱になれる体を手に入れました。あどうもー。ごったねー。ごったねー。新しい。いやー、今日はちょっとね、みんなでこちら横綱山を登りましたが、ちょっと最近登るものがよくわからないものをね、登らさせていただいておりますが、また、はい、ちょっといろんなもの登っていきたいと思いますので、今日の動画面白かった方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。バイバーイ。じゃあねー。バイバーイ。いろんな生放送もやってるので見に来てねー。いろんな人もの。かわいそうになってきた。ナイスー。ナイスー。クルルヤック。全然ダメージも食らわないよ。報告しよう。はい、最終。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。おすすめ動画もご覧ください。高評価とコメントもぜひしていってください。もう全部やってくれてんの？最高かよ。